どうもそうじゃないそうですということで、今回はですね、山下美月卒業コンサートチケット一般販売一般発売がどうなるのかについてちょっとねいろいろ話していきたいなと思います。そんな話すことあるっていうねそんなことは話すことねあるかなっていう感じなんですけども、まあちょっと今回いろいろねその美月の卒コンの一般についてね話していきたいなと思います。まあもうねそんな時期ですよとね、もう一般のことをね考え始める時期になってきましたよって、もう水木の卒コンも近づいてきてますよっていう感じなんですけれども、まあ今回のねこの水木の卒コンの一般一体どうなるのかというところをちょっとまあ話していきたいと思うんですけど、まあまずそもそも一般ありますよねちょっと僕心配なんですけど、一般さすがにあるよねっていうのも、その今もうさ二次選考が終わって楽天チケット選考っていうのがスタートしてるじゃないですか。これが一般っていう扱いではないですよね。だからこれで終わりっていうわけではないですよね。さすがにそこがちょっとね心配なんですけど、まあさすがにこれはまあ3時の扱いというかさ、1時2時と来て、まあ次3時だよって、まあ一般とはまた別だよみたいな感じで僕は思ってるんですけど、それで大丈夫ですよねまあさすがにあるよね。まず一般、そもそも一般発売、まあないってことはないっすよね。この楽天チケット選考があるから一般やらないよっていうことはないですよね。まあこの楽天チケット選考はね、その抽選で、もちろん抽選で注釈付き指定席とか見切れ席もあるっていうのがあったんで、ワンチャンこれ一般の扱いなのかなって最初思ったんですけど、それは大丈夫だよね。さすがに一般もあるよねっていう、まあ体でね、いっぱいあるっていう体でちょっと話していくんですけど、やっぱ今回の水木卒コンの一般に関して一番気になるとこというか、まあそれぐらいしか話すとこないと思うんですけど、今回の一般先着なの、それとも抽選なのっていうところですよね。どっちなのっていうところで、まあ、っていうのも前回のトゥエルブスバスラですよね。トゥエルブスバスラの一般発売チケット一般販売が抽選だったじゃないですか。もう先着だと思ってた、ね、だってあのトゥエルブスバスラの時なんてさ、あの乃木坂工事中でお知らせがあったじゃないですか。一般発売スタート一般販売がねありますよっていう告知があって、でまあ、昼の12時からだったからさ、昼の12時だったから今回も先着なんだって思ってたら、直前ぐらいにね、確か金曜か木曜とかぐらいに抽選ですよっていうあのね、お知らせが来て、抽選なんかいっていう感じでね、トゥエルブスバスラの一般は抽選だったじゃないですか。で、まあその後のね、その卒コンが一体どうなるのかね、先着なのって抽選なのって、どっちなのかっていうね、ところなんですけど、まあ個人的には、まあ、最初は、あの、抽選かなって思ってたんですよ。その二次選考までは、抽選かなって思ってたんですよね。っていうのも、水木の卒コンの一次選考、二次選考ってあったと思うんですけど、その一次選考、二次選考が、トゥエルブスバスラと全く同じ形だったじゃないですか。一次選考が、モバイル選考、モバイル&乃木動画選考、乃木動画プレミアムシート選考というこの三つの応募があって、で、二次選考は四つからね、モバイル選考、乃木動画選考、メール選考、メッセージ選考っていう4つから応募できたよっていう、これもう全くトゥエルブスバスラと同じ形式での応募だったじゃないですか、二次選考までは。だからこのままの流れでいったら、あ、ワンチャンというか水木卒コンもの一般もトゥエルブスバスラと同じだから、ここまで同じだから抽選なのかなって思ってたんですけど、ね、そこに楽天チケット選考が今回来たから、トゥエルブスバスラにはなかったね、楽天チケット選考が今回水木の卒コンで来たじゃないですか。だから僕はもう分かんなくなりましたね分かんなくなったし、分かんなくなったけど、楽天チケット選考が抽選で、あるってことは、一般はさすがに先着なんじゃないかなっていう気が今はしてますね。なんかさすがに、3回抽選でやって一般も抽選、まあその可能性もね、もちろんあるんですけど、まあ、なんかこの楽天チケット選考が来たことによって、あることによって、僕は今回は、水木の卒コンの一般に関しては、先着なんじゃないかなって、今のところ思ってますね。まあそんな感じで。だから最初は抽選かなって、トゥエルブスバスラと全く同じ感じの形式だったから、抽選なのかなって思ってたけど、ね、楽天チケット選考がビョンと現れたから、急に、はい、楽天チケット選考やるよってね、現れたから、で、まあ、多分楽天チケット選考の後が一般になると思うんですけど、
この楽天チケット選考があるんで、この楽天チケット選考が抽選ってことを考えたら、じゃあ最後の一般は先着なんじゃないかなっていうところでね、まあそもそもこの乃木坂46のライブの一般販売、一般発売っていうのは先着がね圧倒的に多かった。まあ中にはたまにこう抽選ねの時もありましたけど、まあ先着がね基本だったので、12スマサラの一般が抽選だったから今後抽選になっていくんじゃないかっていう怖さはあったんですけど、まあそんなこともなさそうかなっていう感じがしてるんで、まあ個人的な意見としては、あ、今回のね山下美月卒業コンサートのチケット一般販売、一般発売は先着になるんじゃないかなと思ってます。まあ別にそんななんか理由とかはねさっき言ったぐらいでないんですけど、じゃあねこの一般販売、一般発売一体いつね、来るんだと、いつやるんだっていうね、まあ先着だったとして、いつあるんだっていうところなんですけど、おそらく4月中にはありそうかなっていう中で、今この一般発売、一般販売はだいたい土曜日に、行われてると、土曜日のだいたい昼の12時からとかに行われてるって感じなので、まあそう考えたら4月 の残り土曜日は20日27日ですね、4月20日4月27日この2日間しかないので、でまあ考えた時に、まあ20日、まあもうね、残り1週間切ってますけども、20日20日、4月20日、楽天チケット選考の当落が19なんですよ、19の金曜日だから、まあ、その翌日にも来るって可能性はどうなんだろうね。27日、その次の週の27日土曜日、4月27日もありえるけど、この4月27日はあれですよね、35枚目シングルの水木の単独リアルミーグリの日ですよね。なんでそう考えるとなんかね、その土曜の12時ってなったら水木推しの方がやっぱ多く行くじゃないですか、そのリアルミーグリで今回水木の卒コンじゃないですか、で水木の卒コンの一般やりたい人なんてやっぱ水木推しもたくさんいるわけじゃないですか、って考えたらここを被るのはちょっとどうなのかなっていうところはあるんで、それか土曜じゃないとかねそれか今回ばかりは土曜じゃないとか日曜にあるとか、4月中でいくと祝日の29日、4月29日月曜日もやっぱ20か27になりそうですかね、さすがにね、20か27、4月20日か4月27日土曜の、まあ、昼の12時から一般販売開始みたいな感じになるんじゃないかなと思うので、まあ一般っていうのはね本当に最後の砦というか、最後の砦というかね、もう最後のチャンスに、なると思うので、まあまだ楽天チケット選考のね当落も出てない中であれですけど、ちょっと今回はね山下美月卒業コンサート一般どうなるのかについて話していきました。ぜひね皆さんのこの水木卒コンの一般どうなるのかっていうところ、先着でなのか抽選なのかとかね、いつあるのかとか、皆さんの意見もありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで今回はこれで終わりだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。